はい、本日のダラダラ編みです。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、先週ね、よいしょ、親糸で最終的にはこんなモチーフ1個作ってみまして、まあイヤリングにしてもちょっとね、ちょっと大ぶりな感じになるんですけど、まあこれなら許せるんじゃないかなぐらいの形になってきましたので、あとはこれを綺麗に作れるように練習かなと思っております。はい、で本日、今日なんですけれど、これ麻ひもを編みくるんでぐる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 編んでいくバッグなんですけど、ここら辺、全体像がなんなんですけど、ここまでできました。まあ程よい長編みと細編みのちょっと透け感、透けてないとこと透けるところっていうのがあって、でもうちょっとでバッグのね、私が望んでる大きさの高さぐらいまで来るんじゃないかなということで、ダラダラと本日おしゃべりしながらダラダラと、あと何段だろうね、編んでいこうかなと思います。はい。で、当初予定としては持ち手をね作ろうと思っ、持ち手っていうかこう普通に手下げにしようと思ってたんですけれど、ショルダーでもいいかなみたいな、ポシェットと言いますか、それでポシェット型どこ行った、ちょっとね思った出たよりも縦長にしたくないなっていう思いがあって、このぐらい正方形、今これちょっと正方形に近い形なんですけど、このぐらいのポシェット、こう、はい、もう壊滅的ですけど、こういう感じでここに金具をつけて、ここに留め具どうしようかなとも思ってるんですけど、こういうショルダー型にした方がちょっとお買い物の時に両手が使えていいかなぐらいで、で、だからここにこうちょっと大きいボタンで、まず何も考えてないんですよ、何も考えてないですからね、よいしょ、あんまり考えちゃいないんですけれど、こういうボーンとつけて、ちょっと止めて、中にお財布とハンカチとちり紙と携帯が入るぐらいのもの、まあものになればいいかなぐらいですね。で、なんかね、こうまっすぐ編めなかった、気がついたらちょっとボコボコっとしてまして、なんでだろうと思ったら、多分私ここ針の号数変わったと思いません？なんかね、レース針0号で編んでたり、2号で編んでたり、3号で編んでたり、なんかその時その時に勘違いしていろんな号数で編んでます。なんだかそりゃあなるわっていう感じで、で今これ3号で編んじゃってるんですけど、ちょっとね上の方のここの口の方はちょっと大きめというか 3号ぐらいにちょっとだけ広げようかなとかね、ちょっといろいろ3号だとちょっときつめに編んでも許されるんですよ。多分0号で長編み編んでから0号で、0号でね長編み編んだまんま、そのまんまレース針0号で細編みを編むと、なんかキュッと寄ってくというか、なんかねやっぱりちょっと段差ができちゃったので、じゃあ長編みからそのまんま細編みに移行するときは細編みの号数を大きくしてあげた方がいいのかなと、その針を、ということで細編みを今からガーッとね細編みで何段も編んでいくんですけど、その時はちょっと大きめの号数でかぎ針3号ぐらいで編もうかなということで、今3号で細編みをひたすら編んでいっております。もう本当に今日、まあノーカットというか、できるだけね、カットなしぐらいで、正味15分編むかなぐらいで、
だから今日編む、これからこう今ね編んでるんですけど、この編んで今日編み終わった高さで、金具つけていきたいと思っております。今日の編み次第、出来次第全くもって無計画なので、何段編もうとかどのぐらいの高さにしようかもないんですよ。ただただこんな感じかな、このぐらいでいいかなで終わってしまうので、ちょっとビニール紐のねサークルバッグも出来上がったことなので、もうそろそろこっちのバッグも仕上げたいなと思ってまして、今年は多分このバッグで2つで乗り切ろうか、それとももう1個なんか作ろうかぐらいですね。とにかくこの糸を消費したくて消費したくて頑張っております。連休がねようやく終わり、10連休終わりまして、通常営業で皆さん戻ってることと思います。いやー、皆さんお疲れ様でした。家にね、まあ子供いるしみたいないるってことは朝昼晩ってご飯用意しなきゃいけないってことですもんね。もうね、大変でした大変大変、もう毎日ですよ。ご飯食べ終わって、まあ私こういう編み物のね撮影とかやり始めて、ちょっとしたらもうすぐね、お昼どうすんのって絶対聞かれるんですよ。え、だから毎日お昼のことも、毎日ね晩ご飯のことは考えていると思うんですけど、バイトすかなって思ってると思うんですけど、毎日朝ご飯も昼ご飯も夕ご飯のことも考えなきゃいけないっていうですね、もう大変な10連休でございました。まあちょっとそのうち日帰りでね、札幌行ってきたんですけれど、ちょっとお疲れでございますって感じですね。本当にね、結局バタバタの連休になったのかな。まあでもあれですね、ママさん友達とみんなでお花見したり、そこら辺はね、やっぱりいいお昼は弁当買おうよとかね、心配のないどうすんのではない感じの、心休まるそこら辺は心休まる状態でしたけど、もうまあ病気もせず怪我もせず過ごせたのでよかったかなと。出費はねしましたけれども、まあそれでもいいかなですね。まあ長女の元気も確認できたことだし、おじいちゃんおばあちゃんも孫に会えて喜んでたし、まあいい連休でしたということで、あとは私の体力が回復するのを待つだけですね。もうぐったりなので。さあ、これから夏本番、いよいよもう北海道もね暖かくなりましたので、いよいよ夏に向けてですね、動き出しますね。そう、今年上の子あれなんですかね、大学生にもなったし、今まで高校受験とかね、勉強で行けなかった、行きたくても行けなかった夏フェスに行くって言ってましたね。友達の家族に合流させてもらうと、いや、すいません、よろしくお願いしますって感じなんですけど、合流させてもらって夏フェスな活躍、夏フェスに、岩見沢でやるやつかな、一応石狩の方で、札幌の方でもありますけど、岩見沢のやつの方に行くって言ってたかな。で、あ、いいな、私も行きたいと、私もって思ったんですけれど、うちはその中学生がちょうどその夏フェスのシーズンって大変な学校行事が目白押しでございまして、そっちの方が大変なので私もそっちにかかりきりでございます。そう、結局ね、そのうちの大学生も高校の時とか中学高校の時はそういう風に学校行事がね、ちょうど夏のねいい時期にね重なるので、フェスとかは行けなかったんですよね。私とお母さんとかみんなで行こうよってずっと言ってたんですけど、結局学校行事でダメじゃんっていうことで行けなかったと。
まあ、今年はもう多分弾けるんじゃないでしょうか。いいですね、若いってって感じで青春だねってことで、まあ自分たちも弾けてた時期ですんでいいんじゃないでしょうかねと。うん、結局今15分ぐらい編んでるんですけど、3段ぐらい、3、4段しか進まなかったのかな。でも大体これぐらいで、このぐらいでいいかな。結構ね、カッチカチですね。カッチカチ。やっぱ細編みで編むとカッチカチに硬くなるので、いい感じです。悩みどころですね。悩みどころですね。多分今週、これを完成に持っていきたいと思うんですけれど、こっからどうしようかな。持ち手のここに金具をつけて、で、紐は紐でまた、この麻紐編みくるんで、ショルダーの紐の部分も作っていこうかな、とも思いますね。そこはちょっとまた明日続きはやっていこうと思います。なんか今日本当にただただ編むだけの動画でございますね。ショルダーでかけるものがあんまり、結局ここの、深さがあるとこ取り出すの大変ですもんね。だこのぐらいでいいかな。うん、このぐらいでやっていこうかな。このぐらいで、金具をつけたりなんだりして、ボタンにすべきか、ここにマグネットつけるべきかとかね、考えちゃうんです。ボタンでも可愛いと思うんですけどね。悩むぞ、これは悩むな。ねえ、まあ明日ちょっとショルダーの紐っていうかベルト部分ですね。ベルト部分も作って合わせていこうかなと思います。では明日ベルト作りましょう。はい。というわけで続きはまた明日。はい、今週これを完成に持ってきます。それではまた明日。じゃあ。